群馬の由美子チャンネル。今日は二千二十三年九月十一日九点一一です。泉豆みふさほ風にやってみました。泉豆みふさほといえば、えー、元赤石市長でですね、総えじま先生が大絶賛している人です。このどうかしている泉という人が次の日本の指導者になるべきだとね、総えじ、ー、ま先生の。 学問道場重たいいい掲示板に書いてらっしゃいますねこれが、えー、2023年5月10日ですこの泉房穂がおそらく小沢一郎もう80歳の後を継ぐべき日本の真実の改革勢力の次の代表となるべき人物だと思うこんな素晴らしい政治家国民指導者が日本で育っていたとはと一人で驚いているこの人物が日本国の次の指導者になるべきだそれだけの条件と 経歴と経験と生来の優れた頭脳とそれから政治指導者に何よりも必要な我慢強さと人々を説得する情熱とそれから何があっても決して国民市民住民人民を裏切らないという信念がきっとこの泉房法にはあるこの人は素晴らしい人だこんな生き方をしてきた人間は他にはいないもう手放しで褒めてます。 でね最近また7月18日に「和、えー、泉房穂が橋本徹とやり合った討論のことで」というので、ね、このスポニチの記事で「橋本氏ギャライ90分100万円?」「元明石市長が著書発売記念イベントで暴露」「事の発端は7月14日の泉氏のツイッターの投稿前半の1時間半限定 対談動画は橋本事務所で再利用を条件に100万円と聞いていますと橋本氏のギャラを暴露自身については「お金は気にしないと言っていたら3時間フル参加で5万円と主催者から連絡がありました」とつぶやいたでこれで橋本徹がなんか怒ったらしくて「俺の報酬をばらすな」っていうね「俺は民間人だぞ」ってね そう怒るのは逆じゃない。で <laughs> 和、ね、泉房穂の方だよね100万円と5万円ってさしかも橋本徹は時、えー、と90分1時間半、ね、で100万円でしょでその計算だったら和泉房穂は3時間だったら200万円でねもらえるはずだよね。それなのに5万円ですからね。でまあこのままやったらしいんですよね。でね 創島先生はねこの維新の会に騙されないで強くやってくださいって泉ふさほに言ってましたねもう創島先生大絶賛の泉ふさほだということでちょっといろいろ検索したら YouTube でねあの本人が喋ってるのを聞いたらうわ、こういう喋り方の人なのかと思ってちょっとねびっくりしたんですけど聞いてるうちにあの好きになりましたねますますね関西人っていう感じで 今日の本題ですが私はねあのテレビをこの67年まともに見てないんですけれども今日ねミヤネ屋を見てみたんですよものすごく久しぶりにちょっとお友達のうちに行ってねミヤネ屋を見たらねミヤネじゃない人がね出てるでこれは あの人もこの人も別人になっているっていうのをツイッターとかあー、まあ、インターネットでいろいろ見てましたけどもなん、まあ、といってもね静止画ばっかりなんであの、ね、目のパラッとしたなんか変なミヤネを見ても「へえんでこんな変わっちゃって」って思うけれども。 なんか実感が湧かないっていうかねまさかこの人が毎日出てるわけないよねって何でしょうねどこまでこれが本当なのかなっていうか一回だけ試しにその違うミヤネを出してみて人々の反応人々が信じるかどうか見てみたのかななんてねこれはこう旧の作戦かなんかでねそういうことやってるのかなとかさなんだかわけがわからないなと思ってたんですけど。 実際にミヤネ屋を見たら本当にミヤネじゃないあの目がパラッとしてない方の目がボタッとした方のね3人目のミヤネですねあの人が出てて <laughs> で鼻がこう大きいね本人よりね目がボタッとして鼻が大きいのだからあれ本当に出てると思ってねでしかもそれがね最初は気づかないんですよインドの川で沐浴するっていうねなんかそういう <laughs> あのテレビやってて。 そっち見ち見ゃうん、ね、で「そういえば?」って言ってその友達とミヤネががんか別人になってるっていうツイッターとか私すごい見,見るんだけどさ「本当かね?」って言ってじーっと見たら本当に違う人だったっていうそのぐらい気づかないんですねやっぱりね。それでねミヤネに関してはガーシーがこういうことを TikTok で言っていたのを見つけました。ミ、え、ミ、ー、ミヤヤ、ね、ヤネネネかかららははねさんのミヤネ屋からは 取材を申し込み受けたんですけど断りました「もともと宮根さんのマネージャーをよく知っててだから宮根さんがどんな遊びしててどんなとこ行ってるか全部知ってんのよ俺人に対して偉そうに言える立場の人間ちゃうねん」ってガーシーがこのように言ってますから宮根はね別人になっててえー、急に捕まってるのかななんて思ったりします。 それでアンミカがあの出ててであそういえばアンミカもなんかゴムマスクかぶったアンミカがいっぱいひな壇に何人も座って出てたテレビのね番組の動画を私見たよて「アンミカはどうかね?」っつってじっと見たらやっぱり多分あれ違う人だと思います。あのもう、ね、メイクがすごいいかから分かりにくいんだけど あのね、もっと顎がしっかりしてる人だったんですよねアンミカって。で笑うとあの前はあの上の歯茎が出ちゃうんでね、えー、そういう特徴があってで今のこのミヤネ屋に出てるアンミカを見ると,、えー、とそっくりさんが頑張って、えー、ものまねをしているっていう感じなんですよその動き表情とかがねやっぱりわざとらしいわけ。 でああ嘘でしょと思いながらこれをだってねこれこの日だけだったのかしらそんなことないよね毎日あの宮根とアンミカが最近は出てるんじゃないかと想像します、うん、まさか月曜日だけは この偽物出して火曜から金曜は本物のミヤネが出てるとかさそういうことはないと思うんですけど皆さんどうですか毎日ミヤネ屋見てるちょくちょくミヤネ屋見てるっていう人いたらちょっと教えてくださいもう2年前から3年前からミヤネは違う人になってるよとかねずっと本人は出てないよとかそういうの知ってる人がいたら教えてくださいもうね私ね本当にに何ていうか嬉しかったんです確認ができたなって思って。 やっぱりね、あの動画でしかもインターネットに上がった動画とかだと,、えー、と作れちゃったりするでしょ何て言うんですっけあのコンピューターでね今すごいいいらしいじゃないトム・クルーズのさあのコンピューターで作った他の人が顔だけコンピューターでトム・クルーズにできるとかさそういうのやってるじゃない動画でもできますよって。あれがね、ひどいから。 やっぱりテレビで流してるのを生で見たこの私の感激うわ偽物が普通に出てるってでもね私の父親とか毎日ミヤネ屋見てるんじゃないかなって思うんですよねそれなのにそういうことを言ってる節はなくてやっぱり気が付かない気が付かないっていうか気は付いてると思うんですよ 前と違うなってだけど何かその病気であるとかあれは何なんですかねなんかミヤネがパラッとした目のミヤネが出てきた時に眼鏡下水の手術をしたからこうなりましたって言ってたらしいねで今の3人目のミヤネはもう目がボヨンとこう垂れちゃってるからまぶたがね。 眼圏過水の手術の失敗ですっていう話なのかまあ、なんか理由を言ってるはずなんですけどそんなんで騙されちゃうんでしょうか人間ってだからこれはテレビをどれぐらい信じているかっていうことによると思いますねその見てる人がバイデン大統領が別人になってたってアメリカ人はもうそのまま放ってあるわけですからミヤネぐらいが違う人になってても まあうんうれ、まあ、しかったと同時に、えー、これをこのままやっている続ける日本国民はどうするんだろうかまあでも最近ねあのジャニーズ問題がね燃え盛ってますから私ねあれね途中でポシャっちゃうんじゃないかなって心配してたんですよ途中で立ち消えちゃうでもどんどん CM 打ち切りになってきてますから。 もう金の切れ目が円の切切れれ目目がだって CM なんかは別にもっと才能のある本当に芸ができる芸能人が出ればいいわけですからそういう人はいっぱいいます。ねえあの私たち長年小さな頃からあのジャニーズのねあれよあの学芸会みたいなさ下手な歌や踊りを見せられて。 本当にもう目や耳が劣化してしまう。脳が劣化する。もっといいの見せてくださいよ、テレビ局さん。えーまあ、この話もまた別でしますよ。あ、そういえば JAL123 便の話が途中で、私途中でね、何でもなんか挫折しちゃうんですけど。あのね、お友達にね、いいブログを教えてもらって、すごい調査してる、調べてる、頭のいい人が入ってるブログがあって、 でいっぱい書いてあるんですよ、もう何日も何年にもわたってで。それを教えてもらって読み始めてね、途中でね、読み続けられなくなって、止まってるんですよね、まあ、私がやってもどう、まあでもね、私がやってもどうかなって今思ったんですけど、JAL123 みんなってそんな詳しくないのに。だけど、こうやっていろんな人が、わーわー、こ,これ、変なんじゃないのってこう言い続けるってことは、効果があるみたいですね。 なんかだってジャニーズのことだってあと木原誠二木原誠二というか私は安田種夫さんがあの亡くなったのはどうしてだろうかってそこを気になってます警察が何か隠してるんだからそれは警察内部の人が何かやっちゃったからじゃないのかなってそこを気になるんですねもうとにかくそういうことも立ち消えにならないでじわじわと こうやってみんながネット上ででも押していけばどんどん暴かれていくそういう時代になってきたなって思います。まあこれもねトランプさんが頑張ってくれたからだなってやっぱり感謝してますよ。やっぱりね総主国のアメリカがどうにかなってくれないとこの属国の日本はどうにもならないっていうねまあそういう現実もあって、えー、ですが。 私たちも一人一人が何かやっていけば何かなるっていう感じがしてきましたね、えー、泉久保の言う通りですやっぱり投票に行ってそうすればひっくり返るんだから投票行きましょうねじゃあさようなら